ちょっと飲んでない。1、2、100が超える。絶対100入れへん。いらないけど絶対入れへん。まあそれらの客も入れへん可能性あるけど、飲食店入れへんから飲食店は別に大丈夫と思う。何のことかっちゅうから、うちに来たらその人の占いだけでなくて他の人の占いもその人がうちに頼んだ場合、何もかもクライアントにバレてしまったときに、うちのクライアントになった人が帰り道殺されるかもしれない。そのクライアントをお友達にな、それぐらいうちの店に来るのはやないかね。な、クライアントを敵の情報があってめっちゃ知ってるから、そのクライアントが来るやいなら、ああそれは幸福だなって言って、そういうとこういうことになっちゃったんで、本来なんだとこういうような関係になりましたねって。うちに客来